皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。日本の優勝で幕を閉じた2023年ワールドベースボールクラシック MVP に輝いた大谷翔平選手の活躍を陰から支える存在としてファンから注目を集めているのが専属通訳の水原一平さんです。アメリカでは大谷選手の人気はもちろんのこと、水原一平さんの人気もものすごいようなのです。今回はそんな水原一平さんの年収や経歴、家族についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは水原一平さんの簡単なプロフィールと経歴からご紹介します。本名水原一平、生年月日1984年12月31日出生地北海道苫小牧市、出身大学カリフォルニア大学リバーサイド校。水原一平さんの父親は和食の料理人をしているそうです。1991年、父親がロサンゼルスで板前を始めたことをきっかけに一平さんも共にアメリカへ移住しています。普段はロサンゼルスにある芸能人御用達の日本料理店であるさぬきの里でシェフをしている父親ですが、日本ハムが海外キャンプをした際にはキャンプ中の朝夕の食事の提供を任されていたとのこと。当時一平さんは日本ハムの球団通訳を務めていたので、その縁あってのことのようです。2010年には当時ボストンレッドソックスに所属していた岡島秀樹選手の専属通訳となりますが、契約直後に岡島選手が肩を負傷してしまったために契約は白紙になってしまいます。岡島選手の退団により一時は職を失ってしまった一平さんですが、知人から日本ハムファイターズが通訳を募集していることを聞き、すぐに応募します。そして2012年、日本に帰国した一平さんは日本ハムファイターズのチーム通訳となりました。北海道日本ハムファイターズの球団通訳として外国人選手の通訳や生活のサポートをしていた一平さんですが、その活躍を同じ球団で見ていた大谷選手は自身がメジャーへ移籍する際に一平さんのことを引き抜いたのだそうです。大谷選手は日本ハム時代から一平さんとは交流があるので一平さんのことをとても信頼しています。そんな一平さんも大谷選手がアメリカで孤立しないよう特に注力していたとのこと。そして大谷選手が故障をしていた際にも大谷選手を笑わせたり精神的な支えとなっていたとのことです。こうした一平さんの献身的な姿勢こそ大谷選手が大きな信頼を置く理由なのだそうです。一平さんは通訳だけでなく大谷選手のマネージャーの仕事もこなしているということなので、大谷選手の一平さんへの信頼の厚さがよくわかります。大谷選手が MLB オールスターゲームの前夜祭であるホームランダービーに出場した際、野球経験がほとんどないにもかかわらず、なんと一平さんはキャッチャーを務めました。通訳がキャッチャーをするだなんて一般的にはありえないことです。きっとこれは大谷選手から一平さんへのサプライズプレゼントだったのでしょう。一平さんはエンゼルスファンからはもちろん、メジャーリーグの関係者や選手からも一平の愛称で親しまれています。一平さんは2012年から北海道日本ハムファイターズの球団通訳となり、日本ハムに所属する外国人選手の通訳や生活のサポートを務めていました。2017年オフの大谷翔平選手のエンゼルス移籍に伴い日本ハムの通訳を辞め、大谷選手の専属通訳としてエンゼルスに所属することに。通訳以外にも運転手やキャッチボールの相手など公私にわたり幅広く大谷選手をサポートしています。そんな通訳の仕事の収入はどれくらいなのか、きっと皆さんも気になるところだと思います。一部メディアによると一平さんはエンゼルスと6ヶ月更新の契約で月の給料は40万円ほどという情報がありました。月収が40万円ですと年収ではおよそ500万円ほどとなります。しかし一平さんは通訳以外の仕事もかなりしているため、大谷選手とも個人的にマネジメント契約のようなものを結んでいると思われます。その分の報酬もあると考えれば仕事内容は全く異なりますが、プロ野球チームの球団職員の仕事内容に近いのかもしれません。一般的なプロ野球チームの球団職員の年収はおよそ400万円から600万円ぐらいだと言われています。一平さんと似たような境遇の方はいないかなと調べてみると、メジャーリーグで活躍していた田中将大選手の通訳だった堀江慎吾さんの情報がありました。
堀江さんの年収は8万5千ドル、日本円でおよそ890万円ほどだったそうです。これらを踏まえると、エンゼルスとの契約に加えて、大谷選手との契約を合わせると、大谷選手の活躍や年俸から考えても、一平さんの年収はおよそ1000万円から2000万円ほどになるのではないかと言われています。メジャーリーグのスーパースターの専属通訳ですので、契約更新のタイミングでのボーナスや収入が上がる可能性はあるのではないかと思います。それでは一平さんの奥さんについてご紹介します。一平さんは2018年に結婚しており、専属通訳として大谷選手と一緒にロサンゼルスへ渡米する際、当時婚約者だった奥さんも一緒に渡米し、その後結婚となったようです。そんな一平さんの奥さんの名前や詳しい情報ですが、残念ながら一般の方ということで非公表のようです。しかし一平さんの奥さんは元ファイターズガールだったのではないかという話もあるようなのです。2009年から2011年までファイターズガールとして活躍されていた野間エリカさんではないかと言われています。真相はわからないのですが、写真を見比べてみるとかなり似ているように感じる人も多いようです。奥さんと出会ったのは一平さんが日本ハムファイターズの通訳をしていた時のようです。一平さんが外国人選手のブランドン・レアード選手やクリス・マーティン選手の専属通訳をしていた時のこと。レアード選手のインスタグラムに一平さんと奥さんと思われる方が写真に写っていました。色白でかなり美人な方ですね。そんな一平さんの奥さんは2018年12月に大谷選手が帰国していた時、もんじゃ焼き店で一緒に食事をしていたところをスクープされています。この時には大谷翔平選手熱愛かと報道され、本当に世間を賑わせていました。しかしこの美女の正体こそ一平さんの奥さんだったようなのです。それでは一平さんと奥さんの間には子供はいるのでしょうか。2018年に結婚されたとすれば、現在結婚生活は5年目になり、そろそろ子供もという時期になります。しかし残念ながらお二人とも一般の方なので詳しい情報はありませんでした。大谷選手がこれだけの大活躍をしている現在は、一平さんも大谷選手のサポートに徹しているのかもしれません。いかがでしたか。今回は大谷翔平選手の専属通訳である水原一平さんの年収や経歴、ご家族についてお話ししてみました。一平さんにはこれからも大谷選手を陰から支える最高の縁の下の力持ちとしてサポートし続けていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。